お目覚めかい、ドクター。たちの悪い夢でも見てたのかい？うなされてたぞ。もっとも俺には何を喋ったのかさっぱり分かんなかったけどな。見ろよ、着いたぜ。あんたにとっての逃れの町さ。神の裁きを待つ者の地だよ。なあ、あんたはどっちなんだ。知らねえよ、あんたのことなんか。ただここに来るやつはみんなそれなりのやつだからよ。あんたにはここが楽園に見えるか。それとも実はあんた以外にってことかい。いたよ、少し前まで。ユダヤ系のアメリカ人だ。金持ちの病人が大好きな男だったよ。治さず殺さずが奴の処世君だな。俺は奴から散々聞かされたよ。病気になった時、医者にかかるコツってやつは。どうだ、あんたは知ってるか。貧乏人のふりをし、そうすりゃさっさと治して厄介払いしてくれる。そんな顔すんじゃねえよ。どうなっちまったんだろうね。さ、そろそろ降りるぜ。揺れるから何かに捕まってな。
さてと、荷物はそれだけかい？ドクター、あんた確かジャポネーゼだったよな。あんたらの言葉、まるでバンビーノだな。さっき寝言で喋ってたじゃん。マツダ、ホンダ、トヨタ、日産。どうだ、うまいもんだ。先生、俺は別にあんたが気に入らないわけじゃない。ただ羨ましくてよ。日本人の男ってやつは世界で一番の幸せ者だ。なんでか分かるか。それはよ、日本人の女を抱けるからだ。あのバンビーノみてえな舌足らずな言葉をベッドの中で囁かれてみてえもんだぜ。神秘的な黒目、麗しの黒髪、宝石のような肌。おお、ミアモーレ、禁断の甘き果実。そこでだな、ドクターにちょいと相談が。口が過ぎますよ。アントニオ、あなたはまた。ボンジョルノ、シニョリーナ・クリス。ドクターをお連れしました。失礼はなかったでしょうね。ドクターの荷物は？はい、ヘリの整備が済み次第お部屋の方。さて、ベルリン医療センターにて臓器及び心療内科のスタッフとして勤続5年。ドイツ医師会での評価はクラス A。 極めて優秀なるも本年10月をもって自主退職。現在はフリー。国籍日本。年齢28歳。結婚歴なし。紹介者は同病院神経外科のスタッフのアレックス・ホフマン。間違いありませんね。お名前は？日本語の発音は難しいので。申し遅れましたが、私は当家の接客を仰せつかっております。クリスティ・マクレイン。クリスとお呼びください。お聞きしております、ドクター。パドリーノ家へようこそ。こちらこそよろしくお願いします。では屋敷の方へ。待ちな、ジャポネーゼ。あんた、中田とは知り合いか？
こりゃすまなかった。参りましょう、ドクター。一つ確認してよろしいでしょうか。お夕食のことです。食材に禁忌はございますか。イカスミですか。確かイカを禁じる宗教は。承知しました。イカはお出ししないようにいたします。当家の料理人も今日は腕によりをかけて作ると張り切っています。楽しみにしていてくださいね。こちらがドクターのお部屋になります。鍵をお渡ししておきますので。夕食の準備が整い次第お呼びに参ります。それまでどうぞおくつろぎになっていてください。